中畑隆は、日本のコピーライター。事業構想大学院大学教授。京都府京都市生まれ、京都市立落葉工業高等学校機械科卒業。東京コピーライターズクラブ会長。中畑広告製作所、中畑広告映像所主催。宣伝会議コピーライター養成講座校長。株式会社、中畑社長。 伊藤重里や川崎徹などとともに広告業界から頭角を表しコピーライターブームの立役者となった一人として知られる。コピーライターの神様と称される。京都で生まれ育ち高校卒業後は設計事務所に就職するも一年は余りで設計事務所を辞める。グラフィックデザインをしていた友人からコピーライターという仕事があることを知り状況。 様々な仕事を経験しながら、宣伝会議コピーライター養成講座を受ける。その後、銀座の日本広告社に入社するも半年で退社。ナショナル宣伝研究所に入社し、1970年には TCC の新人賞を獲得した。この会社も3ヶ月で退職している。1972年にサントリーが設立した広告制作プロダクションサガードに入社する。 最初は3アドに一足早く入社した西村か也と共に上司であった品田翔平によるコピーチェックの洗礼を受ける日々が続く。品田の役割はクライアントに広告のゲラを収める役割であったためコピーのチェックが重要責務であったこともあって中畑本人が書いたコピーを読んでは没が幾度となく繰り返され完成までは締め切り関係なし。 という厳しさの中でコピーを書き続けていく。やがてサントリー各瓶の新聞広告などでその実力を発揮し、1977年には、各 H2O で TCC クラブ賞を受賞。1979年には、ソニーのウォークマンや、サウンドセンサー2などのコピーも担当するようになり、文字通りの売れっ子コピーライターに成長する。1981年に、 サントリートリスの子犬が京都の路地裏を駆け巡る CM の企画、コピーを担当し、関ヌ国際広告映画最近賞を受賞。これを機に、同年サンアドより独立し、フリーとなり中畑広告製作所を設立。翌1982年には、東東のオシュレット発売キャンペーン広告に携わり、話題を集めるとともに、 以後、東東が発売する商品のキャンペーンクリエイターとして活躍する。1988年には爆発的反響を呼んだソニーのウォークマンで日本猿の長老松が目を閉じて音楽を聴き入る姿を映した CM など CM 企画にも数多く関わってゆく。またテレビ CM ソングの作詞者として 1976年のサントリーゴールド900の CM ソングのほか、1978年のサントリー受氷の CM ソング、マイルドナイトやマイルドウォッカの作詞も手掛けた。このほか、恋はルンルンなど作詞多数。2008年6月には、電通と共に企業のブランディングを手掛ける広告制作プロダクション、中畑を共同で設立する。このほか、 長年にわたり、毎日新聞の万能川流の戦者も務めている。主に、人と人の間の言葉を拾うタイプのコピーが多く、当たり前に存在する言葉を、皆が共感できるように表現をアレンジして、メディアに乗せて発信することこそが、コピーライターの仕事だという思考の持ち主であり、また、コピーは書いたり、作ったりするものではなく、チョイスするものというスタンスで仕事をしている。 現代の広告は、性能や品質の訴求力の競争ではなく、交換を獲得する競争だと述べる。また企業同士の広告、CM をメディアで見て、相手に交換を持ってもらう、サインを作るなど、そうした消費者の興味を引く競争について、広告は喧嘩だ、と発言するなどしており、その一方で1991年に、 テレビ放映された、桃井香織が出演した、映材チョコラ BB の CM コピー、世の中、バカが多くて疲れませんなど、時に身も蓋もないコピーで物議を醸したこともある。た多数、ありがとうございます。